はいどうも、プレストの T です。今日やっていくのは確率の情報定理っていうところでお話をしていこうと思います。前回の動画で条件付き確率っていうものについてお話ししていったんですけど、今回はあれを使って A かつ B とか同時確率を計算する方法っていうのについてお話をしていこうと思います。実はこの確率の情報定理っていうのは独立な思考の確率やったじゃないですか。あの時の拡張版みたいになってるだけなんですけど、パッと見のね、見た感じがちょっとだけややこしくなってて、うってなってる人多いと思うんで、一緒にその意味っていうのを考えていくことにしましょう。じゃあ早速スタート。じゃあ情報定理って何ですかってところから見ていくんですけど、まずね、事象 AB について条件付き確率 PA の B っていうのは PA 分の P の A かつ B でしたよと。これは前回やったやつまんま書いてるだけなんですけど、今回考えていきたいのはこういう話なんですよね。 P の A かつ B っていうのは PA かっこ PA の B と。これ何やってるか分かりますかね。単純にこの分母を払ってこっちかけただけですよね。でこれ何が嬉しいんやって話なんですけど、もしね、事象 A と B っていうのが独立だった場合はどうなるのかっていうと、ここの A の部分がなくなって P の A×PB っていう風になるだけなんですけど、それは独立っていう特別な条件の時じゃないですか。で、今回考えましょうって言ってるのは、 A と B がそれぞれ関係性があるわけですよね。事象 A が起こったことによって事象 B の起こる確率が変わるわけですから、それも考慮しといてあげましょうよっていうところで、ここに A がいると、それだけの話なんですよね。だから実はもうすでに習ってるっちゃ習ってるんですよ。でまあ独立な思考と同じように、これ複数あるんだったら複数考えたらいいよっていう話で、仮に3つ目の事象 C っていうのが加わった場合っていうのを考えた時にどうなるかっていうと、 P の A かつ B かつ C っていうのはこういう風に書けますよと。 P の A かける PA の B で PA かつ B の C と、こういう風になるんですけど、ここにこんなんがね、 A かつ B とかが出てきてるからややこしくなってるかもしれないですけど、これ日本語で整理してみると、まず A が起きますよね。んで次に B っていう事象が起きて C っていう事象が起きてるわけじゃないですか。だからこの事象が起こる順番っていうのを一個ずつ追っかけていけば何やってるか分かりますよね。だって A が起きたら A を考慮した B だし、この A と B っていうのが起きた状態で C が来てるって、それだけの話なんで別に何も難しい話じゃないんですよ。でこういうふうにやっていくの何が嬉しいかっていうと、よくあるパターンとしては被覆現抽出に便利ですよねと。被覆現抽出って何かって言った時に、例えばくじ引きとかですよね。くじ引いてもうそれ戻さないじゃないですか。でそういう場合にはこの確率の情報定理っていうのがすごく役に立つわけですよ。ってことで、まずこのくじ引きの確率についての例題一つ見てみることにしましょう。んじゃあ例題なんですけど、5本の当たりが入ったくじが10本ありますよと。でまず1番目、1回目と2回目に当たる確率はどんなもんですかという話なんですけど、まずこういうふうに定義しておきましょうかね。1回目に当たる事象を A、 2回目に当たる事象を B とこう置いてみたんですけど、これを踏まえると P の A ってのは10分の5になるの大丈夫ですかね。もともと10本あって、その中の5本が当たりなわけですから10分の5ですよね。じゃあ2回目に当たる事象 B っていう風にこう設定してるんですけど、今回は1回目に当たってかつ2回目にも当たらなきゃいけないわけですよね。ここで単純に1回目の結果を無視してもしょうがないわけで、1回目に当たってその後に2回目が当たる事後確率 PAB っていうのはどうなるかって話なんですけど、これは前回の動画のおまけのところで話したような考え方使ってもらえればいいんですけど、今1回くじ引いたから9本になってますよね。で当たりも1回出ちゃったんで、ここ4本になってるんですよ。ってことで9分の4になるんですね。
ということで、今1回目と2回目にあたる確率 P の A かつ B っていうのはどうなるかっていうと、こう書けますよね。ここに A があるのを忘れないでほしいんですけど、でまあもうこの値それぞれ出てるんで代入してあげて、こうなって計算すれば9分の2だよと。それだけの話なんですよね。んじゃあ次に3回目も当たる確率っていうのを求めてみたいんですけど、3回目に当たる事象を C っていう風に設定してあげると、 PA かつ B の C っていうのはどうなるかっていうと、くじはすでに2回引いてるから残りは8本あって、そのうちの当たりはすでに2本出てるから残りは3本になってるはずですね。っていうことで8分の3になりますよということで、求めたい確率っていうのは P の A かつ B かつ C になるので、この式に代入してあげて、こうなって約分してあげると12分の1になりますよと、そういう話ですね。まあこれ考えれるんだったら何回引いてもいいわけですし、すごく簡単に計算できますよね。まあいろんなパターンがあると思うんで、それは臨機応変に対応したらいいとは思うんですけど、まあこれだけで終わったらちょっとおもんないんで、もう一問見てみましょうかね。今回は箱 A っていうのがあって、その中に R 赤色の玉が3つ、白い玉が4つ入ってますよと。で箱 B っていうのには赤玉が2個、白玉が3個入ってるんですね。でまず A から B に1つ移動して、その後 B から A に1つ移動するんですね。でこの時最初と同じ状態になっている確率はどんなもんですかと、そういう話なんですけど、考え方としては順番に処理していきましょうという話ですね。いっぺんにやろうとするとわけわかんなくなるんで、場合分けして一個ずつ見ればいいですよね。じゃあどうやってやっていくかって話なんですけど、まあ、イメージとして、まあ、こういう感じで A と B っていうのがあって、この中にある一つの玉がこう移動して、でその後また別のやつをこういうふうに移動させますよっていう話をしてるんですけど、最初の状態と同じようにしたいんだったら、動かした玉、要は最初に白玉を B に動かしたんであれば、 B から白玉また選んで戻せばいいですよね。要は一つの色だけ動かしてれば絶対に最初と同じ状態に戻るはずなんですよ。でこれを踏まえて考えていくと、まず R 赤玉が移動する場合、これを考えていくんですけど、 A から B に赤玉が移動する確率っていうのは、もともと R3 の W4 合計7個あるうち R は3個入ってるんで、7分の3の確率で移動しますよね。でこの移動を踏まえて考えると、今この A から B っていう移動が行われた時、箱 B には何が入ってるかっていうと、当然 W 白の数は変わんないんですけど、 R が1個増えて3個になってますよね。っていうことで、 B から A に赤が移動する場合っていうのは、 3+3、 6個のうちから3個選べばいいんで、6分の3になりますよと。これを踏まえて情報定理使ってあげると、7分の3かける6分の3っていうので42分の9になりますよと。ここまで大丈夫ですかね。じゃあ同じように考えて、今度は白玉が移動する場合ですね。 A から B に白玉が移動する確率は7個あるうちの4個選べばいいんで、7分の4。で今度は箱 B に R2 個と W4 個になってるので、全部で6個あって、その中の白玉4個を選べばいいんで、 B から A っていうのは6分の4になりますよということで、計算してあげれば7分の4かける6分の4で42分の16ですよと。でここで一回考えてほしいのは、この1番と2番の関係性ですよね。R が移動しつつ W が移動するっていうことは絶対にないですよね。つまりこの1番と2番っていうのは互いに背反なわけですよ。ということで、この1番2番っていうやつの結果から確率の加法定理使ってあげて、
42分の9足す42分の16。これで計算してあげて42分の25ですよと。こうやって求めればいいんですね。いいですかね。ここでは情報定理を使って最後に加法定理でまとめてあげると。これでひとまず確率の演算っていうのが一通りできるようになったと思うんですよね。いいですかね。独立試行の時と違うのは事象 B が起こる場合に事象 A の影響を受けてるっていうことですね。ただしそれについても難しい話ではなくて、今日のまとめになるんですけど、まとめとして仮定を終えと、そういう話なんですよね。いっぺんに処理しようと思うとわけわかんなくなっちゃうじゃないですか。特に A の影響を受けて B があるよっていう状況ではね。なのであまり難しく考えすぎるんじゃなくて、一個ずつ追っかけていこうと。まずは A やってみたらどうなるのか、それを踏まえた場合に B がどうなるかっていうのを考えたい。もしそこで場合分けが必要なんであれば、場合分けしたらいいだけの話ですからね。落ち着いて一個ずつ順番に処理していきましょうと。まあ月並みの話にはなっちゃいますけど、急がば回れっていう話なんですよね。テストの本番や模試なんかではかなり難しい問題出てきて、いきなり答えをパンって出そうと思っても、まあまず出ないんですよね。だからそういう時に一個ずつ順番に追ってやっていく。まあ、もちろんゴールとしてどこに行きたいかっていうのが分かってないと迷走しちゃうんですけど、一旦これをやったらいいっていう風なところさえ見えてくれば、あとは一歩ずつ着実に進んでいきましょうと。まあそういう話ですかね。今日言いたいところとしては。まあ落ち着いて何回か見直して復習もしておいてくださいね。今日お話した内容が分かりやすいなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。この他にもブログやツイッターなんかで情報発信してってるので、よければそちらも確認してみてください。じゃあ今日はここまで。お疲れさんでした。さよなら。